日々ここは毎日芝居が行われていて、日々いろんな人が芝居を見に来られる場所なので、こう我々が生きている時間とその当時の世界っていうのが何か重ね合わさって、まあ具体的には我々の時間でこの作品世界は当時の時間のまま進んでいくんですけど、今ちょうど夜なのでこの世界ももう夜になっていて、日の出とともに明るくなって、昼間は明るい世界で、この辺りの、夕焼け頃に合わせて夕焼けの景色になって、で日が沈むと夜になっていく。で今ちょうど、桜が咲いているので、今作品の世界も桜が咲いていて、でもっと夏になったら夏の風景に変わっていったり、夏の行事が行われていったりしていく。もうずっと24時間365日日々、時間とともに、刻々と世界がこう変わっていくっていうものですね。何か過去と、今日今を生きている人々の時間と過去145年前とっていうものがこうオーバーラップしながら進んでいくようなものを作れたらいいなと思ったんですね。一番進んだそのテクノロジーをしていただいて、まずはそのジムラボさんと我々の、まあ、お力を借りてそのドンチョを作らせていただきました。ただその先には映画であるとか、いろんなその各地のスポーツイベント、ショー、コンサート、それを同時にメジャーでご覧いただく、そういったようなことも考えておりますし、またその先には舞台の上で映像と出演者、歌手の方も含めてそのコラボレーションを新しい形でお客様に楽しんでいただく、充実した楽しい舞台をお客様にご覧いただくっていうのが私どもの思いでございますから、ね、どんな街ですか、ね